ロールカリダの会社でございます。本日は3階総合部の講師から参加いただいてありがとうございます。で今日町田建設さんと畠屋さんの方で、講師に、これから日記もこれ書いておりますのでよろしくお願いいたします。ではすいません、あとはどうも皆さん今日ご苦労様です。ちょっと今までと違ってですね、実技の方をメインにやろうということ で今日はですね、我々がこれつけている MFJ、日常的な、技量ライセンスですか、テクニックライセンスの、3級、2級、1級というのは含めてあるんですけど、皆さん方もその技量ライセンスに達している方は、ライセンスも、取れるようなスタイルになっておりますので、よろしくお願いします。で今日はインストラクターを務めさせていただきます。今日もう一人アシスタントが近間にやっぱり埋めていくらしたらいるんですけど、今日は都合で取れないということで、今日は特別に高校町の方からアトバスのスノーモービルイベントの購入スクールをやってるんですけど、そこの現地のインストラクターの阿部さんです。もうインストラクターの方が超ベテランなんですけど、皆さん方に今日何やっていただけるか、まず実際に乗っていただいて、流れてもらえないとスノーモービル左に曲がります。そのために
重心をお尻の位置を左側にずらしていただきます。ちょっと皆さん左にお尻をずらしていただけますか。はい、お尻です。すいません、手はですね後ろにちょっと作ってくれますか。手は後ろに作ってくれます。はい、お尻を左に30センチぐらい動かしてシートから外れるぐらい。はい、でシートから外れてますよね。シートから外れてるということは肩ひらからも外れてるということです。でスノーモービルがこれで左に曲がりやすくなります。肩ひらが右側に流れますので、スノーモービルが左に向きますので、もうここ10年以上経ってるスノーモービルは全部ついてるんですけど、10年以上昔のスノーモービルはついてないやつもあります。要はあのスポーツでないモービルなんですけど、今はもうスポーツ車って言ったら全部ついております。そうしたらお尻を左に、はい、もう一回ずらしていただきますと、右足に引っ掛けてもらうと楽ですね。そうですよね、右足に引っ掛けてもらうと楽で思うように操作できません。スノーモービルはこの基本で、自分で積極的にスノーモービルを動かしてやるには、積極的に肩ひらから体重を抜いてあげるということが、これもう絶対必要条件になります。はい。いいですね。じゃあそんな形で、じゃあこういう風に動かすんですけど、ちょっとやってみますね。じゃあまっすぐ、重心をまっすぐにしてください。シートの真ん中に座ります。じゃあ私がですね、右と言ったら右側の方にお尻をちょっとずらしてみてください。手はもう後ろですよ。手は後ろも。ゆっくりですからね、お尻は右側にそーっとずらしてください。はい、膝を開かないようにしてください。はい、いいですね。はい、まっすぐ戻してください。はい、じゃあこちら、左の方にずらします。あ、いいですね。皆さん上手ですね。いいですね。ここの今、エンジンの開きますので、ここが見える場所、こちら側です。スノーモービルの左側に集まってください。ここは一番大事なとこなんで、構造的にもちょっと理解して今日走っていただきますので、よろしくお願いします。ここには何を出しているかというと、クラッチというのを出します。で、スノーモービルはここでも自動的に遠心クラッチと変速機がついております。これ一種の CVT クラッチです。素晴らしいクラッチです。一番簡素化されたやつですけど、こちらが前のクラッチ、これがエンジンについてます。で、これが回りますと遠心力でベルトを挟むようになっております。で、ベルトを挟みますと、ブレーキを握ってエンジンをかけることを注意してください。これはもう当たり前です。多分皆さん方このクラッチ付きのトラックなんかも乗る方いらっしゃるかと思いますけど、まさかニュートラルにして、サイドブレーキもかかってない、フットブレーキもかけないでエンジンかける人いませんよね。ほとんどなんです。これはなぜかというと、もう認識不足しかありません。皆さんやればできるのにできないんじゃなくて、スノーモービルの構造を認識してないから、危険度が分かんないから危ないことしちゃうという。それでほとんどね、初歩的なミスでスノーモービルの事故の 99.99% 起きております。だからほとんど人間の手違いで起きてる事故なんで、はい、アクセル全開します。アクセル全開、全開ね、アクセル開ければもうブワッと簡単に走っていきます。で、プッシュバックで、今これ黒い紐を持ってますよね。これがテザースイッチです。これが抜けるとエンジンが止まるシステムになってます。今のこのテザースイッチを持ってなかったら、もっとエンジンかかったままブーッと向こう行っちゃいます。で、このテザースイッチを必ずウェアにこういうのつけておいてください。これじゃ様にならないのと、これだとね、抜けちゃうことあるんですよ、ポッと。それとね、この辺にこうまとまってね、危ないんです。やっぱりこういうふうに体の位置についてない。こういうのがね、こういうのがあったと思うんですけど、で、今テザースイッチの方に話が移りましたけど、いいですね、ドライブとニュートラルの境目がないんです。ただし中にはニュートラルがついたスノーモービルもあります、ね、ニュートラルついた、そういう場合はまだあるんですけど、まあ概してドライブに入れてもエンジンがかかりますから同じことです。ニュートラルに戻さないでドライブに入れてエンジンかけることもできます。だから今言ったようにスノーモービルはエンジンかけるときはブレーキが一番大事だということをまず一つ言ってましたね。それと今のこのテザースイッチの効果分かりましたよね。
だから2つ目、テザーブレーキをかける、テザー、あと車にはないシステム、テザースイッチは必ず使う。で、このテザースイッチは偉い人も偉くない人も必ず使うこと。エンジンかける前に必ず装着するということですね。それでじゃあここの構造をちょっと理解してみます。はい、エンジンかけてください。今これがニュートラルからドライブに回ってる。で、今がこれローです。ローギアです。トップギアはどうなるかというのをちょっと実際見てみましょう。はい、もう一度言います。はい、トップギアに入ります。こちらが同じ大きさになりましたよね。1対1までになっちゃうんです、うん、要するにエンジンが1回転回るとキャタペラの方のクラッチも1回転回る。で、これ普段は 3.3 回回ると1回回るようになる。もっとあの高級なクラッチになると 4.5 回回って1回転になってきます。だからこれは回転が上がれば変速がどんどん上がっていくってこと。で、ここで皆さん3つ目の注意なんですけど、最初これベルト挟んでません。で、回転が上がるとどっかで挟みます。どっかで挟むってことは、このベルトをですね、横からものすごい勢いでこう挟んじゃうんです。ギュッと挟んで、で挟んでこう引っ張って回るんです。で、その後にまたアクセルを離すってことは、また戻しちゃいますと、また挟みます。で、挟んだ瞬間というのはこっちが3000回転ぐらいで回ってます。ベルトはゼロです。一箇所ギュッとどん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 細くなってくる。だからベルトを挟む瞬間が多ければ多いほどベルトが早く減ってきます。で、早くダメになる。で、最悪の場合、はい、ブレーキを握って、ブレーキを握ったままアクセルを開けると、これが全然動きどこないことになる。まあ、そういうこともありますので、これが非常に大事なんで、で、これを長持ちさせるためにはクラッチは1回挟んだらそのままブーっていきます。ブン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 っていかないで、ブーってやって挟んで動き始めたらバラ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 と行くのがコツです。だからスノーモービルの場合は一回止まっちゃうと再発進の時にまたスキーがまたもう一回グリップするまでまた時間かかります。だから一回止まっちゃうとカーブがどん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 大きくなっていきます。だからこう今日これからやる8の字とかカーブの時はスピードは絶対止めないでください。カーブの手前で曲がれるスピードに十分減速してスピードコントロールしたら、そのスピードかそのスピード以上でこう回るのを心がけてください。車もそうですよね。カーブはアクセル開けながらの方がバランスがいいです。コーナーの途中でアクセル戻すとやっぱり車も不安定になります。車というのは加速した状態が非常に安定性がいいためです。だからカーブの手前で十分曲がれるスピードに減速して、どちらかというとカーブはちょっとアクセルを開け気味に回るとスムーズになります。何でもそうですけど、こういう乗り物というのは加速の時にバランスが取れます。そういう乗り物なんで、特にスノーモービルと雪の場合はかなりいい加減なところがあります。アスファルトとタイヤは非常に微妙に動きしますけど、雪とスキーとか雪とキャタピラはかなりいい加減なグリップです。だから車みたいにちょっとこう変なバランスやると車がとんでもない挙動を通しますけど、スノーモービルは多少こうやってもあんまり挙動ないです。それが逆に楽しさと安全性が高い乗り物になっています。ゆっくりゆっくりついてきて回ってください。はい、じゃあゆっくりください。
あらまず走りだけど。お釣りを持って、お釣りを出す。そうです、お釣りを持って外に。はい、ここが入ってますよね。
中で。あのですね、皆さん今乗ってきた方、もう一度スノーモービルにまたがってください。もう小涌谷の上に乗ってください。ヘルメットいいですか？いいです。ヘルメットいいですか？モービルの上に今乗ってきたモービルにまたがってください。どうですか？体が温まった人。はい。じゃあ大丈夫です。体が温まれば OK です。それでですね、明日もしかしたらちょっとした筋肉痛が出るかもしれませんが、その筋肉痛が足に出てる方はいい乗り方したなと思ってください。腕に出た場合はハンドルにぶら下がってんだなというふうに思って、手を後ろに組んでみてください。はい、それでね、先ほどやった右左の体重移動、体重移動ありますよね。今度は先ほどはお尻をやりました。今度はお尻じゃありません。お尻も動かすけど、基本的には右足に体重を乗っけていただきます。そうですね、結局右のフットリストに体重を入れて、要するに肩じらから重心移動する。だから 95% を右足に移してください。右足に、はい、で右側を見ます。そう、これが立っている時の右側のコーナリングです。はい、じゃあ左 95%、 もうできたら 100% 近くまで。で、はい、優勝の方々後ろ見て、上半身があまりにも傾いてると、手を後ろに組んでください。で、その時にですね、右足を引っ掛ける場所ありますよね。そこにちょっと入れて、こう引っ掛けてもいいです。いろいろ使えますんで、そう挟むようにしてください。かかとで、膝で挟むというより、もうかかとでボービーの下に向こう、はい、左、はい、かかとしっかり挟んでますかね、くるぶしとかかかとでね。そうすると膝もやっぱり内股になってきます。ちょっとこれだけちょっと無理なんで、はい、じゃあ右側、はい、右側を見ましょう。はい、OK です。はい、休んでください。今度はですね、次の時はこれをちょっとやってもらいます。忘れない。はい、じゃあThank you.
楽しかったですか。もうスタンディングもちょっと板についてきましたね。あのスタンバイいいですか。はい、スタンバイ。ね、皆さんね、最後に一つ、このスノーモービルはものすごくちっちゃくて、スキースタンスが狭くて、サスペンションが柔らかい。だから人間の動きに敏感に反応するスノーモービル。だからこういうスノーモービルじゃないと基本的な技術は上手になりません。がっちりしたモービルは多少動いてもモービル変化しないんですよ。だから上手なんだかなんだか、要は補助車についてる自転車に乗って練習してるのと一緒なんで、これはどっちかというと補助車がついてない。だから徳様はこういうので、ね、練習するとどんどん上手になります。また機会があればぜひ足を運んでください。はい、それとこういう新設の時の乗り方をまたちょっとご発想、ちょっと今日は東海市からのハトバスのメインさん、じゃあ、ご飯箱、こちらとお願いします。ちょっと見てください。皆さん方もね、いつか練習してこれができるようにしたいと思います。Thank you.